丈夫。今日の一限目ってなんだっけ。英語だよ。小テストあるって言ってたじゃん。え、そうだっけ。そういえばなっちゃん、昨日瀬戸口くんに言えた。ああ、それが聞いてくださいよ。なんだね、言ってみたまえ。いきなりでごめんね。ずっと前から好きでした。え？な、な、な、なーつってーこんなわけないじゃん、もうびっくりした。夏木、お前な。告白予行練習だよ。は？練習？ねえねえ、かわいい？ドキッとした？そんな顔で見ないでよ。ごめんってば。本気になるよ。ええー、嘘だよ。仕返し。で、本番は誰にするんだよ。そんなこと言えるわけないでしょ。いって。ねえねえ、練習付き合ってよ。仕方ねえな。やっ、ただしラーメンおごりな。それでね、帰り駅前のラーメン食べに行ったんだ。美味しかったな。私のおごりだったけど。へえ、そうだったんだ。って、カメちゃん！なっちゃん黙ってれば可愛いんだから。ほら、足閉じて。そういうミオンは春樹とどうなの？私は別に普通だよ。普通って何よ。普通は普通で、あかりちゃんは？え、私のことはいいの。そんなことよりなっちゃんの告白作戦考えないとね。あかりちゃん、ありがとう。頑張るぞ。あかり、そういえばさっきごまかしたよね。え、なんだっけ。あかりの好きな人の話。おはよう。おはおう。て、はるき、人の机にケツ乗せんの。温めておいてやったぜ。秀吉かよ。夏木、秀吉知ってるんだね。知ってるわ。って、持田どうしたの。別に。あるき、お迎えだぞ。おう、行くわ。じゃあな。あいつらって付き合ってんのかな。しんなーい。ゆう、長続きするたった一つの愛、それは片思いなんだってさ。わかった、わかったから、お前も喋んな。ラーメン食い行こうぜ。ただいま。何やってんだよ、人の部屋で。お兄ちゃん、おかえり。おかえりって、遅い。どこ行ってたの。どこでもいいだろう。告白予行練習だよ。こんな時間に男の家にいていいのかよ。なんで？ユウは特別じゃん。で、今日は何しに来たんだ？勉強教えてもらおうと思って。ゲームじゃないんだ。違うよ。ねえ、もし私に彼氏ができたらどうする？どうするって、そりゃ練習相手としては応援せざるを得ないだろ。そっか、ありがとう。頑張れよ。はあ、よりにもよって
なんで俺が練習相手なんだよ。受け入れた俺も俺だけど、告白誰にする気だよ。はあ、付き合ってるとか付き合ってないとかわかんないよ。俺って勇気ねえよな。みんな恋してますね。私もいつかするのかな。好きな人って誰だ、好きな人って誰だ、好きな人って誰だ。ユウは優しいから、お人よしだから。頑張れよ。いつも私の味方でいてくれる、私を応援してくれる。私が誰を好きになってもユウはそれを受け入れてくれるの。明日が本番。明日も明日ずっと耳告白してみて。と思って女子力上げてみたんだけど。いや、女子力というかねえ、うん、え、何？ちょっとお邪魔します。ほらほら口紅落として、つけまも、あとファンデファンデ。なんで？なあユウ。なんだ？お前もお人よしだよな。嫌なら嫌って言えばいいじゃん。なんだよ急に。分かってるくせに。いや、分かんねえよ。お前も好きなやつがいるなら素直になれってことだよ。ああ、告白予行練習のこと間伝いに何か聞いたのか。おい、置いてくぞ。素直になれってハルキ、お前にだけは言われたくないけどな。じゃない。だって俺も平気は行くじゃないのか。これが最後。あ、待って。あ、これが最後だから。最後練習させて。本当に本当にこれが最後。なっちゃん頑張って。じゃあ練習も終わったし、俺そろそろ帰るな。あ、本番頑張れよ。待って、待って。予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだしバカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。こちらこそよろしくお願いします。